ミルクサッカーアカデミー箱根駅伝特集でございます。先生今回は拓殖大学でございます。よろしくお願いいたします。井上真でございます。直美です。佐藤です。さあというわけで今日もですねプロサッカーデータマの先生にいろいろ伺っていきましょうということでね、はい、図がこちらでございます。ドン出ましたということでね、はい、見どころその他をお伝えいただく前にですね、私の方から少し表の見方をね、はい、ご説明させてください。下に16人揃っております。こちらは登録メンバーとね、はい、いうことですよね。8人8人で左上から右下にずっと行きますと4年生から1年生まで、これ左半分の色は学年を表しております。詳しくは上のね図の上をご覧ください。そして色の右半分は足の性質、脚質をね、示しております。上に参照してください。そしてこの16人の中からですね、まあ予想布陣というところですけども、すでに発表されているオーダー、はい、こちらが上に 1区から10区までね往路袋で示されておりますということで、プラス箱根駅伝のですね面白さ、そしてルール、そしてコースなどについてはですね、先生が別途語っていただいている動画が今出てるでしょうか、おすすめというところに出てますんでね、はい、そちらをご覧ください。ということで、はい、ノーミルク佐藤先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先生は普段サッカーを語ってますけれども、駅伝も大好きでずっと見てるということでね、子供の頃からずっと見てるんですよね。ね、ということで今日今回のこの特集ということで、そういうことなので全チーム紹介していただいて、いやこれはね、まあ、ミスもたくさんあるかと思いますけれども、いやいや私全然知らないところから、僕も見たことあるぐらい、まあそれは目には飛び込んできますよね、はい、まあ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 駅伝といえば日本国民ですから、スポーツカーの中でももう屈指の視聴率コンテンツですよね。いやいやまあまあそうですよね。ただこの深さといいますか面白さにちょっと気づきつつある毎日でございます、はい、ありがとうございます、ね、今日もちょっとそのヘンリーに触れれたらと思います、はい、私不慣れですしね、あのアホみたいな質問しますけれども、どうぞ、いやいやいや皆さん駅伝ファンの皆さんお許しいただきたい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まずこの拓殖大学なんですが、はいはい、あのね2人のエースがいるんですよ、うん、一番下見ていただければですけど、はい、世代代表格の4年生赤崎選手、はい、そして、はい、1年生でラジニーレメティキ選手という2人がいます。ラジニレメティキ選手、はい、まあ、ケニア出身の、ね、選手でもありますけど、はい、まあ、この2人がいるので、あとはプラス今年ですね、うん、山下監督、はい、まあ、新任でやってきたところもあったりするので、まあ、彼のノーブル采配と、あともうこのね赤崎レメティキ、この2人がある程度活躍できるってのは分かってるんで、はい、もう彼ら以外の、力がだいぶ大事になってくるんじゃないのかなと思っております。じゃあまずちょっと上のね、布陣見ていきましょう、はい、まずは1区、工藤選手になっているんですが、はいはい、まあ、1年生がルーキーで起用されたという形になっております、はい、でただ2区もですね、うん、1年生のレメティキ選手っていうところがあるので、うん、おそらくはもしかすると赤崎選手1回これ控えに落ちてるところがあるんですが、うんうんうん、これはもうあれですね、駆け引きでしょう。なるほどね、オーダーのこう騙し合いじゃないですけど、うん、だと思うんですよね、まあ、それで工藤選手一定っていうことも考えられるし、はい、彼もスピードがある選手なので、しかも調子もいいというところがあるから彼で行くのかもしれないし、はいはい、赤崎だから裏に回すっていう手もあるし、うんうん、特に下級生で考えたら、まあ、178と、工藤選手、小玉選手、江口選手入ってるところがありますので、はい、まあまあまあ赤崎選手いろんなとこ使えるんじゃないかなと、はい、で続いて2区にレメティキ選手入ってるんですが、レメティキ選手に、あのこの箱根終わった後のオフは何したいと聞いたら、オフは休みたいとの、かわいいね、それだけ普段頑張ってらっしゃるってことですね。そうで、どれだけ速いかと言われたら、1キロは3分だという基本のタイムがあるんですけど、はい、それよりも早い、いわゆる10キロで考えたら、いわゆる1万メートルと30分よりも早ければいいタイムであれば、はい、そうですよね、そう早いんですが、27分台という初じゃないですかこのシリーズの。これね、全体の中で、今回箱根出る方の中でも5人はいないはずなんです、はい、あ、そうですか。そう、いやー出ました、27分台その中の1人がこれやってくるんで、まあ、それこそあの2区このエース区間であったとしても、はい、2区の区間賞候補、2区1位候補が彼になってくるわけですね。ここにいらっしゃるんですね、はい、はい、まあ、不安要素っていうのもあれですけど、まあ、1年生で初めての箱根人になるので、はい、まあ、唯一言えばそれが不安ってぐらいなものですかね、強いて言えばね、で続いて、3区は松岡龍馬選手が務めることになりますが、はいはいはい、彼としては本当は10区走りたかったんですよね、本当であれば。そうなの？ゴールテープをもう一度、もう一度、いわゆる前回10区だったんですよ。ああ、そういうことか。そう、去年は2年生で10区走ったっていうところがあって、しっかりシードを守りきったわけですね、9位という。そうなんです。しかもね、この前回なんですけど、10区で5位だったんですよ。5位、相当すごいじゃないですか、いわゆる区間の中で、区間の中でもすごいんですよ、だからある意味では10区卒業って意味なんでしょうね。
もっと君だったら上のレベルでやれるっていうので3区で今回3区の方が激戦なんだ10区より。まあだからやっぱ彼のこと考えるとまだ競り合いだもんね。そうそうそう、はいはいはい、そこでちょっと使いたいっていうのが今年のイメージなんですよ ね、 ね、はいはいはい。で続いてが4区吉原亮太郎選手だというところになるんですが、はいはい、彼ももともと経験者、去年は7区出てるんですよ。7区そうだからってことはある意味、うん、ミラー区間ですね。4区今回は4区ということで去年7区だから、うん、全く同じ道を走るというミラーゲームみたいな、ミラー区間ですね。ミラー区間、ミラー区間を担当することになります、はいはい、ただちょっと調子を落としてたところからの回復になるので、はい、まあ、そこが唯一もしかしたらベンチメンバーとのチェンジもありえるかもしれないなというところですね。はい、そして続いては、うん、石川良樹選手が5区を担当します。はい、ただ逆室そうなんです。ただ石川選手はですね、もともと2年生の時に7区を走っていて、はい、で去年4区いわゆる7区のミラー区間の4区を走り、そして今年満を持して5区、マジでということで、はいはい、まあ、でもそれ考えると確かによくよく見てみたら、上り客室がいないですね、うん、このチーム彼を除いて考えると、ね、だから上り客室だというよりかは、うんうんうん、上りにならざるを得なかった部分もあるのかもしれないです ね、 ね、はあはあはあ、もしかすると。栃木出身なんですね、なんか親近感で、烏山高校、そうですね、頑張ってほしいなということになります。うん、で、はい、そこまででハッピーターンをできるだけしたい、うまいこと回れたって意味ですよ。そうですね、はいはい、でそこからなんですが、うん、上り客室はこのチーム多くはないんですが、ただダート系というか、うん、いわゆる上り下り、うん、いわゆるアップダウンに強い選手というのが4年生の玉澤選手、はいはい、そして3年生の吉原選手、1年生には江口選手、佐々木選手と4名いる状態になっておりまして、うんうんうん、はい、その中の玉澤選手がおそらく6区を務めるんじゃないかと思われ、なるほど。で彼ももともとは中距離の適正の選手ではあったんですが、うん、はいはい、だんだん自分の客室を今変えているところとなっていますね。で続いて7区なんですが、児玉陸斗選手、児玉選手はあのサッカーとかウイニングイレブンが大好きだということ。あら、ま、あら、これは仲良くなれそう。そうですね、見る我々ね、このチャンネルっぽいような選手でもあったりするんですけど、彼にもあのレメテキ選手と同様に、あのオフ何したいと聞いたら、サッカーと、あら、いうこと。鳥に田サポですかね、大分だから。かもしれませんね。ちょっと話してみたいですね。そうですね。あと拓殖大といったら、あの、はい、川崎フロンターレの小林優選手なんかもここ出身だったりもしますから。まあ何かしらのね、縁があればねというところでもあります。小玉さん、はい、注目したいですね。で続いて8区なんですが、江口清弘選手が入りました。はいはい、で彼じゃあアップダウン系なのになんで上りとかじゃないのって思われるかもしれないんですけど、はいはい、8区から9区の間のところに、遊行寺の坂というところがあります。遊行寺の坂、そう、あの、はい、もちろんだから箱根レベルの相当な山ではないんですが、ただ長く走ってきたところで最後にこれ待っとるんかいっていうのもあるので残酷な坂があるわけね。そうなんですよ。なんでそこ用の、まあ、アップダウン対策として彼を当て込んできたっていう可能性はあるかもしれないし、ね、もしくは攪乱作戦でここに赤崎という手もあるのかもしれないですね。はい、で9区は、中井慎吾選手、まあ、怪我を克服して、まあ、スタミナ上げてやってきたってところだったんですが、はい、よくよくプロフィール見たら僕びっくりしたんで、それを書いちゃったんですけど、なんですか、身長170センチなんですが、体重47キロということで、まあ、ランナーでもあるけども相当これ痩せてるなと。スレンダーですね。ねえ、はい、ちょっと本当ポキッと折れちゃわないかと本当心配になってくるんですけど、でもまあ筋肉の塊ですからね。まあそうですね、まあ、ちょっと注目ですよというところ で、 で最後、はい、そんな感じでこう回ってきて最後10区控えるのはもうヒップホップ大好き、ヒップホップで気持ち高める3年生青柳拓郎インフマないということですね。黙っているところとなります。そうなんです。まあ、そんな10区間となっております。青柳拓郎出身は拓大高陵、いいですね、いいですね、決まりました、ね、決まりましたね、うん、そうですね、はい、となっております。はい、で、このチーム残りのメンバーをちょっとご紹介していきたいんですが、はい、ちょっとどこに入るのかって話になりますけど、赤崎選手ちょっと気になりますね。で赤崎選手は本当この、拓殖大の大エースだというところがあって、はい、全駅伝皆勤賞でございます。すごいですね、まあ、健康だね、健康、まあ、もちろんね、もう無事これ名馬ですから、もちろん、そうだよ、そう、そこはとても大事だというところがありますし、でこの赤崎選手もですね、あのこのまま
実業団でまた走ることも決まっていて、九電工に行かれるんですけど、だからこのままおそらくはオリンピックとか世界陸上を目指してという形にもなっていかれるかなというところでございます。続いて3年生残りのメンバー見ていくと、3年生がでもほとんど出てるのか、青柳、松岡、吉原、石川出ているので、清水選手ですね、9区リベンジ、前回は9区で出ているところがあったので、まあ今回もというところですが、今回はどうやら中井選手が出る可能性がある。ただ中井選手ちょっと怪我の克服したところでの、まあ、復帰レースみたいな形にもなってくるので、はいはい、まあ、それがあるからもしかしたら清水選手がここで出てくるっていう可能性はあるかもしれません。はい、で続いて、今度右側に移りましょう、2年生竹豚颯太選手、はい、もう彼はねもう将来のこの拓大のエース候補だから第2の赤崎と思っていただければいいんじゃないでしょうか。彼もしかしたらどっかで出てくる可能性はあるかもしれませんね。はい、続いて、残りは1年生見ていきたいと思います。おそらくこの人も出てくるんじゃないかなと思われるのが、佐々木小太郎選手、1年生の佐々木小太郎選手になるんですけども、彼すごいのが、伊豆大駅伝そして、全日本駅伝の両方ともでも出ていまして、でそこそこの結果を残しているのもあるので、もしかしたら怪我なければ彼もどこかしらで起用される、まあ、4区あたり可能性高いんじゃないかなと思いますけ ど出てくる可能性があるかなと思います。はいはいはい、はい、続いて、同じく1年生の関根大地選手、この関根選手も関根選手はあの洋楽がお好きというところがあるみたいです。洋楽、洋楽が大好きというところが頭の中でやっぱ流れてるんですかね。そうですね、いろいろやっぱりいろんなテンポでみんな頭の中でリズム作ったりするって言いますもんね。言いますもんね。でそしてあのもう1年生だからあのフルマラソンに適性があるような選手だったりもするので、まあ、徐々にだから竹豚2年生の竹豚選手同様将来のエース候補に育っていくんじゃないかなと思われます。古くはねマラソンのキューちゃんがねシドニーオリンピックで金メダル取った時頭ではね瞳のラブ2000がかかってたっていうね言いますもんね話ですからね。だからそれ、あれから20年ですよ経ちましたねそう考えるとだから、10区走る青柳拓郎選手はもうずっとヒップホップが頭の中で流れてるんですね。そういうことですよね。でも着地すると足がもうね地面につくと同時に多分イン踏みながら多分20キロ青柳拓郎フロム拓大高陵今日で準備完了みたいな感じですよ。そうでしょう ねそういうことですよ。俺が走って最後シード取ろう、お友達の名前は佐々木小太郎いいですよ、いいと思います。いいですね。失礼いたします。次行きましょう。はい、はい、で最後1年生の吉村陸選手、動画世代とも書きましたけど、はい、まあ、動画がそれは大好きとか YouTube とか好きみたいな、みんなそうですけどね、まあね、特にこう合宿とか長いとねこう見せ合ったりしてこれ面白くねみたいな、でもだからその中でも結構いる、野球選手やサッカー選手でもいるんですけど、はい、もしかしたら走りの動画とかを見てる可能性もあるんじゃないかなと。今そういういろんな勉強できるですもんね。そうなんです、動画で学べないものはないんじゃないかっていうね。そうなんですよ、だからもしかしたら彼そういうので普段は練習でいろんなもので高めていって、ちょっと動画見ながらそういうね頭のトレーニングなんかもしていくんじゃないかと思う、なんか面白いなと思っちゃいました。はいはいはい、そんな拓殖大となっております。わかりましたということでね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、我々ミルクサッカーアカデミーと申しましてね、毎朝サッカー動画コーナーを織り交ぜて国内外のサッカーをねこういうふうに喋りながら、はい、データとともにお送りしているとしております。でございます。よかったら、チャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。そしてライブ配信は月曜日毎週、月曜日9時から行っておりますし、ます劇場ライブも毎月行っております。詳しくは概要欄見てくれたら嬉しいなと思います。というわけで井上真でございました。ノーミル佐藤でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで拓殖大学の皆さん頑張ってください。頑張ってください。